ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がメルセデス AMG SL63、 こちらをご紹介させていただきます。やってきました、名車、はい、名車、はいはい、そして名車って僕今言ってみたんですけど、はい、名車って知ったのが実は去年っていう、はいはい、そうですか。去年メルセデスミュージアム行かせていただいて、はい、まあ、一通りこう SL のこの歴史を学んで、うん、ね、はい、すごい車だなっていうのを、そうですね、改めて知ったっていう、はい、でもうこの車も結構いろいろそのなんですか、伝統的な部分が残ってたりとか、はいはい、するんですよね。そうですね、はい、なのでちょっとその辺をフロントから見ていきたいと思います。はいはい、で63なんで、まあ、当然、はい、専用のフロントフェイスというか、そうですね、はい、まあ、バンパーだったりがパパ、うん、はい、ちょっとアグレッシブなものがついてたりとか、はい、やっぱり他の車にも習って、そうです、カーボンのリップが、ね、はい、ついてたりとか、はい、でちょっとこのグリルのデザインとかも、はい、ちょっと原点回帰じゃないですけど、うん、そうなんですよね、はい、うん、初代 の300SL にちょっとこう、うん、似せるというか、なんかちょっとしてますよね、うん、このヘッドライトはさすがに丸じゃないですけど、確かになんかこの大きい、はい、そうなんですエンブレムとこの横線がなんかちょっと似てるなみたいな、特にこのグリルの形なんかも、ね、はい、全体的にちょっと思わせるような、うん、はい、そしてこのボンネットのこのデザインもそうなんですよね。そうなんですよ、はいはい、実はこのなんていうんですか、プレスライン盛り上がりがこうモコモコって2つあるのが、そうですね、はい、うん、でこの辺のダクトのデザインというか、はい、そうです、このダクトにこうシュッシュッと走らせてるのも、うん、この横のとか特にそうですよね。そうですね、はい、伝統がこう、うん、ずっと脈々と続く、はい、うん、今回特にこの方って、はい、特にそれを感じさせる、あ、はい、なるほどなるほど、なんていうんですか、雰囲気というかデザインですね、はい、うん、でまあ、ヘッドライトなんかはもう今時の中身はやっぱり LED の、はい、ね、はい、ちょっとギョロッとした感じの、うん、はい、ヘッドライトになったりもしますけど、はいはい、でもこの辺のアクセントなんかもちゃんとグロスブラックになってたりとか、うん、そうなんですよ、はい、やっぱり引き締まった感じの、もう全体的にやっぱりバランスいいですよね、はい、はい、うん、なってますね、はい、あと一番最初に触れておくべきところだったんですけど、青って結構珍しい気がするんですけど、はい、意外と少ないですね。少ないですよね、うん、でもなくはないですね。あ、なるほど、なくはないです。当然なんていうんですか、中心のカラーは黒と白、はい、まあ、パールダイヤモンドレッドがすごく多いですね、うん、その中でもちょっとこうなんていうんですか、異彩な感じはしますけど、異色な感じはしますけど、イメージとしてはかなりちょっと爽やかな感じがすごくマッチしてるなという、そうですね、僕は感じたんですけど、はい、うん、はい、そして横に回っていくと横がちょっと今回のお車、はい、珍しいというか、そうなんですよ、はい、意外とこう探すと少ないこのブレーキですね、はい、カーボンセラミックの CCD ですけど、そうなんですよ、はい、がなんとついてる、ついてます、はい、やっぱりポルシェとかって結構ついてる率高いですよね。高いですけど、はい、メルセデスってやっぱりちょっと少なめ、うん、はい、S クラスとかこの辺の車、あと E63 でもオプション設定はされてるんですけど、意外と装着されてない普通のブレーキ、まあ、普通のブレーキってのはおかしいですけど、コンプリとかの通常のブレーキっていうのがほとんどですね、うん、でカーボンセラミックなんでやっぱりこう泣かない、はい、そうですね、効く、はい、あとダストが出ない、うん、そうですね、はい、はい、まあ、その辺がとても優れたブレーキがついてます。で、はい、これキャリパーの色も、うん、このゴールドになるのがカーボンセラミックですよね。そうなんですよ、はい、この色になります。オプションのカーボンセラミックブレーキはこの色っていう組み合わせです。ローターはまあパッと見じゃちょっと分かんないですけど、そうですね、キャリパーを見れば、うん、もうカーボンセラミックのオプションがついてるっていうのがすぐ分かる。そうです、はいはい、どうやってできるポイントなんですね。そうです、はい、そしてホイールは、うん、最近の AMG に多いこのメッシュのタイプの、そうです、はい、はい、縁がブラッシュドになってる、うん、ですね、はいはい、これ19インチですね、はいはい、で一見このセンターロック風なデザインが最近ちょっとかっこいいですよね、はい、そうですね、はい、そしてやっぱりフロントのノーズ長いですね、うん、長いですね、はい、なんかこの辺もスタイリング変えずに、はいはい、来てるんですけど、うん、そうですね、そして先ほど触れたこのサイドのダクト、はい、これもずっとですよね。ずっとですね、これもね、はい、でやっぱり穴とか開いてないんですけど、うん、それでもこうつけてくるっていうのはやっぱりそうですね、はい、うん、デザインとして、はいはい、ずっと受け継がれてる、受け継がれてます、はい、そしてこのサイドのこの辺なんかもカーボンになってるんですね。そうです、はい、でカーボンパッケージのオプションがついてますので、ドアミラー、あ、なるほど、ミラーなんかも、はい、そうです、はい、フロントとサイドとドアミラー、あと後ろ回りですね。なるほど、はい、はい、そしてここにずっと行くと、はい、意外にこの窓枠なんかは黒になってるんですね。黒になってます、グロスブラックじゃないですね、はい、そして後ろも同様の、うん、はい、そしてキャリパーもリアもゴールドの、はい、そうです、で当然セラミック、そうです、はい、で SL63 は、まあ、異形なので前後が後ろが20インチ、あ、
20なんですね。そうなんです。フロントが19です。じゃあもうなんかスーパーカーじゃないですけど、はい、もうスポーツカーのセッティングというか、そうですね、はいはい、しっかり太くて大きいのがリアに入っていると。そうです、はい、そして後ろに行くとこのハードトップの、うん、なんていうんですか、こうオープンの、はい、なんて言えばいいですか、メタルトップのメタルトップ、はい、メタルトップのオープンカーってどうしても屋根をこうしまう都合で、はい、いまいちこうリアのデザインがこうちょっとかっこよくないじゃないですか、です、ね、普通は、はい、ちょっとボテッとしちゃったりとか、はい、車によってはなんかどっちが前か分かんないみたいな車とかありますけど、すね、SL ってめちゃめちゃかっこいいですよ、ね、かっこいいですよね、はい、うん、もうなんかすごくこの中に屋根が閉まってると思えない、はい、普通のもう最初からコンバーチブル、ソフトドープのコンバーチブルみたいな、うん、はい、そんなリアデザインになってます、はいはい、そしてこの辺もカーボンが使われてたりとか、はい、でもうマフラーは定番の AMG の、はい、スクエアタイプのロゴが入ってる、はい、MG のエグゾーストですね。でこの辺もやっぱりさりげないですね、うん、ちょっと小さめ、控えめな、はいはいはい、スポイラーのもついてる、こんな感じでしょうか。あ、ここ一応なんかバックかバックホグでなってますね、はい、そうです。でディフューザーもちょっとそんな形状がなってたりとか、はい、ちょっとスポーティーさも、うん、はい、控えめですけどね。なるほど、はい、SL ってもうだいぶ長いですよね。これは相当長いです。12年ぐらいから。そうです、2012年からなのでもう8年、はい、9年目になりますね。なるほど、はい、もうあんまりこう何ていうんですか、ちょいちょいモデルチェンジしないというか、意外とあの一つの世代は長いですよね、車種ですね、はい、うん、で初代が1953年だったかな、はい、違いましたっけ、53年、3年か4年かそれぐらいだった、そのぐらいでしたよね。もう間もなくだから70年にそうなんですよ、はい、なろうかという、そんな車もあんまりないですよね。少ないと思いますね、はい、うん、もう本当に変わらずに70年。そうですよね、だからメルセデスのメーカーとして今何年ですか、140年ぐらい、135年とかなのかな、おそらくその半分以上ずっとこうすごい、ね、生き残ってるグレードというんですかね、はい、初代の彼らパナメリカーナメヒカでしたっけ、はい、そうですね、レースで、はいはい、優勝した、うん、あの時代からこうそうついてるっていう、すごいですね、よく知ってます、はい、勉強しましただからもうまさに名車殿堂入りの、最近ちょっと、ね、まあ、残念なことにこう AMG GT のこのがもうなんか最近こう人気がかかってきて、ちょっとこう玄人、ね、好みの、はいはい、ちょっと影に隠れちゃってる感はあるんですけど、そうですね、はい、車はやっぱりもう、はい、電動入りのやっぱり名車ですから、もう間違いないですね、はい、素晴らしいんじゃないかと思います、はいはい、それじゃあ続いて中をちょっと見てみたいと思います。もう内装さすがです。さすがですか、はい、さすがですか、さすがです、さすがですね、はい、もう63そして SL というだけあって、はい、全部レザー、はい、全部レザーです、ね、そしてデザインもなんかこうちょっと突飛なところはないですけど、うん、はい、もうタイプで言ったらできすぎくんタイプ、そうですね、はいはい、もう完璧です、うん、はい、この辺なんかも全部これシルバーですかね、シルバーですね、グレーの、はいはい、ステッチにもう全部レザーなんですね、やっぱりそうです、はい、このアームレストの部分も下の部分も、はいはい、でドアパネル、この辺がカーボンですね、はいはい、でもこの辺は全部共通ですよね、うん、共通です、はい、ちょっと世代的には一世代前になりますね、はい、メルセデスの中では C クラスで言ったら204とか、そうです、はいはい、この世代のデザインにはなってるんですけど、うん、はい、もうその時点でもうかなり完成されてますからね。そうですね、モデルとしてもすごい長いですからね、うん、そしてシートなんかはもうやっぱりちょっとスポーツというよりかはちょっと ラグジュアリーというか、そうですね、ちょっとコンフォート寄りな感じですよね、うん、GT 的な感じですかね。なるほど、グランドツーリング、グランドツーリング的な感じですね、はい、ちょっとこうタイトさはちょっとあまりなさそうです。で車の元々の流れとしてはなんかスポーツ、うん、はい、だからシュポルト、シュポルトライトだからない人、うん、はい、まあ、軽くてスポーツの流れから来てるんですね、はい、そうですね、はい、ライトウェイトですね。そう考えるとなんか ずいぶん豪華になりましたよね。そうですよね、考えてみたらね、はいはい、もう車もなんか車重も 1.2 トン近く、そう2トン近くあります、はい、でもハイパワーなエンジンでグイグイ、そうですね、はい、ラグジュアリー、はい、ちょっとじゃあ乗ってみたいと思います、はい、やっぱりこのスカーフプレートはしっかり定番の AMG で使って、はい、AMG ですね、はい、自然のプレートがついてます、はい、よいしょ。あ、もう全然ゆったりです。全然ゆったりですね、はい、ただやっぱりこの背もたれ側のサイドサポートかなり、うん、いいですよね、はい、大きめでしっかりめなんで、うん、そうかなりこう上半身の、うん、はい、支えはかなりしっかりしてくれてる、包み込んでくれてる感じです、うん、嫌なタイト感はないですよね。あ、そうですね、全然ないです、うん、はいはい、そして座面は結構ゆったり、はい、本当に大きめなゆったりとしてます、はい、そしてステアリングは
結構スポーティーですね。なんかスポーティーですね。ちょっと太めで、はい、D シェイプで。そうです、はい、当然全部フル装備です。はい、はい、でメーターなんかも定番の見やすい、うん、はい、MG なんで真ん中がこうカーボンになってたりとか。そうですね、はい、してると、うん、でこの辺のパネルもカーボンのパネルになってたりとか。なんかでも、うん、メルセデスの中ではやっぱりこう歴代ずっと SL を見てきて、やっぱりこうアナログチックというんですかね、こうオーソドックスな2連のメーターっていうのはもうずっと SL ってこう受け継いで。そうなんですよね。そうなんですよ。だ次期モデルがどうなるかわからないんですけど、今までは結構ある意味こうなんていうんですかね、ノスタルジック、なんていうの、ネオクラシックっていうか、こう斬新なメーター周りに意外としないんですよ、はい、それはこうメーカーのある意味こう主張というか、あの受け継いでるものなんでしょうね。これフル液晶の現行のその他の車なんかも、うん、フル液晶になっててもレイアウトっていうかデザインこれなんですよ。そうなんですよ、基本がね、はい、両方こうアナログのメーターで真ん中に情報っていう。そうですね、その辺はブレないですね、やっぱり。ちょっとまあ、正直そんなすごく目立った感じではないですけど、はい、もうポルシェの5連並みのちょっとこう、そうですね、伝統的なメーターレイアウトっていう、はい、うん、見やすいですよね。いや、すごくいいと思います。そしてダッシュボードなんかは当然全部レザーっていう、はい、はい、そうですね。ステッチも入ってて、あ、ステッチも全部入ってて、この辺も全部ステッチ入ってるんですね。そうなんですよ、はい、高級感がすごいです、うん、そしてこのスポクロみたいな、はいはい、時計は、時計はやっぱり定番の IWC、はい、そしてナビ画面は正直今の車を見慣れちゃうとちょっと小さいなっていう感じはしますね。そうですね、はい、はい、でも見やすいです。なるほど。そして僕、ね、下調べしたんですけど、はい、なんとカープレイが使えるっていう。そうなんですよ、はい、だからもう画面の小ささ大きさだけ気にしなければ、うん、もう使い勝手はね、中身的には全く問題ないっていう、はい、現代的な車になってます。でまあ、内装というか中 の, そのインターフェース自体は、はい、うん、まあ、204の世代のものなんで。そうですね、まあ、ちょっと、まあ、正直これのボタンはいらないかなっていう、ね、ちょっと気がしますけど、はい、すね、はい、ただ、まあ、決して使いやすい、あ、うん、使いづらくはない。そうですね、はい、やっぱり分かりやすいレイアウトと、うん、エアコンなんかもそうですよね。そうですね、そしてやっぱりカーボンいいですね。いいですね、ちょっと車のキャラクターに合ってます。バッチリだと思います。でそしてこの小ぶりの、うん、はい、シフトで、はいはい、そしてこの辺はモード切り替えだったり、うん、そうですね、トラクションコントロールだったりとか、ね、はい、足回りとミッションのモード切り替えですね、ふとりついてると。そうです、でこの辺がナビ周りの操作と、はい、はい、そしてあドリンクホルダーと、はい、あれこれなんですか。どれですか、このボタンって。これなんかできるんですか。できますよ。これでえどういうことですか。ああ、そうなんですね。そう、1個になるっていう。あ、なるほど、うん、小物入れとしても使えるし。そうです、はい、ドリンクホルダーとして使わなければ、仕切りを入れれば。そうです、ドリンクホルダーとしても使えると。そうです、っていう感じですね、はい、あ、なるほど、はい、感じですね、うん、はい、そしてアームレストは、はいはい、こうパカッと開くタイプで、はい、うん、割と容量は、はい、そうですあると、はい、そして USB が2つと、でこっちがカープレイ、うん、そうです、はい、ちょっと後で挿してみましょう、はい。そして気になるこのシートの背中側は、うん、はい、は少しだけスペースあるんですね、うん、そうなんですよ。だから、はい、完全な2シーターと違うので、荷物、あとは冬場コートだったりとかは置けるので、すごく使い勝手はいいですね、ちょっとしたものぐらいだったら。そうなんですよ。しかもここ収納ついてるんじゃないですか。そう、ついてます。わあ、どう、しかも結構深い。そう、ドリンクホルダーまでついてる。え、本当ですか。はい、あとここも。え、そっちもついてるんですか。そう、小物に。ああ、確かに。でもそこは伝統的についてますね、はい、そうなんですよ、うん、だこれ先代モデルもついてました。そう、ついてました、うん、なるほど。今もあるかどうかわかんないですけど、昔は一応ここオプションのシートがあったりね、本国ね。え、そうなんですか。そう、だから車検証上は 4名になったりとか、昔の129の SL とかっていうのは結構ついてる車があったり、はい、多分本国の車意外とこう使わないけどリアシートがついてたり、あ、オプションの。そうなんですね、はい、ね、カメラマンさん、そういう車存在するよね。知らないんだ、はい、もう詳しすぎます飯島さん、はいはい、そんな感じです。じゃあ意外にそういうところもついて、うん、はい、そうですね、ルート、はい、そして、うん、A ピラーなんかも全部アルカンターラ、アルカンになってます。ああ、でやっぱりこうバイザーも全部アルカンなんですね。なんかこういう風なバイザーになってると、はい、高級感というんですかね、統一感が全然違いますよね。確かに、うん、この辺はやっぱり抜かりないです。でこの辺が屋根の開け閉めですか、うん、違います、
違いますよね、はいはい、どこでしょうか。屋根の開け閉めはこちらです。ああ、屋根の開け閉めって隠してあるんですか。そうですよ。あ、そうなんですか。あれもあ、ずっと、あ、ずっとここか。ずっとここですよ。そこ、はい、なんかソフトトップの車とかだとここですけど、土の残念ポイントでしたね、今ね、はい、よく分かってない名車とか言っときながら全く分かってないっていう、はい、確かに仙台までもそうで、うん、ここでしたね。そうです。でこの屋根の開け閉めと、はい、窓と、うん、でこれがロールバー、ロールバーじゃない、うん、風のあの、うん、遮るやつのらしいですか。そうです。こっちは何ですか、これオフとか。これはね、あの、はい、あれセキュリティですね。あ、セキュリティとかなんですね。そう、空間センサーと、あとこちら、あの傾斜センサー、はいはいはい、をオフにできると。いや、オープンで止めておく時もあるから、うん、こうオフとかないと。そうです、そうです。室内センサーが反応しちゃうっていう。そう、ピピピピになっちゃいますからね、はい、そんな感じでしょう。うん、そんな感じです。これ何ですか。これはあの、ま、何でしたっけ、マジックスカイルーフ、サンルーフ。そう、加減だったり暗くなったり、ルーフが明るくなったり。え、そんなのついてるんですか。嘘でしょ嘘でしょ。え、常識。カメラマン超真顔っていう。いやいや、でも常識ですね。本当ですか。閉めますか。ちょっと閉めてやりますか。ちょっとかけます。わあ、もう安定安心の63サウンド、ね、はいはい、まさに出来すぎ君、はい、あ、こんな感じで、うん、あ、早いっすね。早いっすね。え、すいません、本当にちょっと全く分かってなかったんですけど、全部メタルトップ。あ、そのままでいいですよ。え、それでこれで、はい、え、クリアになってスモーク、はい、このスモークかかりますね。こんなのついてんすかはい、そうですよ。いや、もう本当にお前嘘だろうってみんな思うかもしれないですけど、みんな思ってると思いますね、はい、本当に知りませんでした、はい、僕の中で SL は仙台モデルで止まってたんで、はい、あれ、これついてんすか。ついてんすよ。いいっすね。マジックスカイルーフ、なんか開放感すごく、はいはい、あっていいですよね。確かに、うん、確かに、うん、メタルトップだとどうしてもそう、どうすることもできないですから、ね、そうなんですよ。ここ開けたりもできないし、うん、なるほど。これはすごくいいと思います。これいいっすね。いや、いいですね。最高です。最高です、はい、これちょっと車内っていうか、このあれ、今日試乗します。あ、いいですよ。試乗します。うん、ちょっとこう外でどのぐらい日差しが入るのか、ちょっと、はいはい、これちょっと見てみたいですね。そうですね。で、当然この閉めた ここも全部アルカンターラなんですね。そうなんですよ、こっちも全て。なるほど、はい、え、高級感本当にすごい。すごくいいですよね、はい、やっぱりあの SL って、はい、あの2シーターオープンなんで、はい、こう開く部分が小さいじゃないですか。それがすごくかっこいいんですよ、開けた時に。あ、スタイリッシュに見える。なるほど、はいはい、なんですごくいいですね。そして意外にこの後ろの圧迫感があんまりない。もう全然ないですね、うん、だから B ピラーというべきか C ピラーというべきかはもう細いですもんね。細いです、はい、でこっち、ここのやっぱりこうバックレストのところの、後ろの空間、はい、これがかなりなんていうんですか、圧迫感を感じさせないんですかね、はいはい、だからちょっと 狭いところに閉じ込められてる感はないですね。もう全然ないですよ、この空間は。かなり、そうですね、ピラーの細さもかなり効いてますもん、ね、はい、そうですよね。いいじゃないですか、ちょっと見かけていいですか、はい、うん、いいな SL、うん、早い、うん、早いですよね。バッチリです、はい、そして今気づいたんですけど、このピラーのここにも照明ついてるんですね。そう、うん、で、おそらくなんですけど、はい、よくその最近の SL、129以降結構ボディの重量が上がったというか重くなったんですよ。あ、そうなんですか。で、やっぱり、どの車でもいつもツッチーと話するように安全基準とかいろいろ厳しくなるじゃないですか、はい、特にこのオープンカーの場合は転倒、横転した時とかの安全性とか、あとはオープンにした時の剛性感が損なわれないようにっていうので、もう見えない部分の補強が相当入ってるんですよ。特にベンツはすごいので、だからこのピラカバーとかも太くはないんですけど、なんですか、奥行きすごくないですかこれ、はい、これ閉じた時剛性上がるんですかね。もちろん上がると思います。で、
ガチャってそう閉じてる時に多少は上がるんでしょうね。多少はって言い方はオープンにしてても相当な強度ですよね。構成っていうだってこの床だけで支えてるわけですもん。そうです。あとはここの骨がでもベンツの場合はものすごい強力らしいですよ。確かにこう サイドっていうかこう横方向の剛性も、うん、もうフロアしかないわけですよ、ね、そうですそうです。そうするともうここで取るかここで取るか、ね、その通りです。なのでこの枠の補強ってメルディスってもともとすごくて S クラスの補強の入り方も半端なくて SL もそうです。だからこれがピラーが太いと視界を妨げちゃうんですよ。だから多分こっち側でなるほど太さを出してる。だからドライバーとか助手席の人がこう圧迫感を感じない。あれ細かいんですけど作り込みってやっぱり歴史のある車なんでメーカーとしても歴史あるじゃないですか。だその辺は半端じゃないですね。もう安全って言ったらメルセデス、まあ、もう間違いない。もうそこから来てますから、ね、そこから来てます。まあ、確かにその走る動向のその剛性もそうだし、はい、その衝突しちゃった時の剛性ってやっぱりこの辺ってすごく重要になってる。大事ですよね。だここだけ床だけ補強されてて、うん、こうならなければいいかっていうとそういう問題じゃないですか。全然違いますね。なるほど、うん、そしてじゃあせっかくなんでちょっとカープレイつないでみていいでしょうか。あ、やりましょう、はい、やっぱりちょっと年式が今回の車が2016年式っていうことで、はい、ナビとかやっぱり気になっちゃうじゃないですか。そうですね。ただその辺カープレイがあればはい、はい、丸々解決なんで、うん、ありがとうございます。ちょっとじゃあかけて LINE がいっぱい来ちゃったあ、出ました。あ、もうデバイス起動しています。はい、はい、カープレイがはい出ましたね。なんか変な言い方ですけど、はい、この車が始まった年式とか、はい、このモニターの大きさ考えると、はい、いやまさかついてないでしょって思っちゃいますよね思いました僕も。そう、はい、結構使えるんですよ。そしたらなんと使えるっていう、はい、まあ、Google マップなんでもちろんその、うん、車速が入らないんですよね、うん、はい、そうです。だからその実際一致のそのリアルタイム差というか、はい、に関してはやっぱりそのついてる、うん、若干そうですね、ナビには勝てないですけど、うん、やっぱり使いやすさとか、はい、ナビの更新必要ないですから。そうですね。その点はやっぱりかなり部があるじゃないか、うん、そう、はい、そんなのもついてます。はい、はい、C じゃないですか。 E とか C がついて SL ついてなかったら怒られちゃうでしょ確かにこの首のとこから、はい、暖かい風が出るんでしたっけ。え、まあまあそうっすよね。まあそういう快適装備はもう要は全部ついてると。ついてます。ベンチレーションシートで安価付きです。SL63は。あれ涼しい、暖かいのは出ないんじゃない？暖かいのも出ます。暖かいのも出ますよね。うん、エアスカーフ、エアスカーフは基本暖かい。暖かいのだけ。そう。はい、であとは通常のシートとしてシートヒーターと。シートヒーターもついてる。ベンチレーション。はい、だからオープンにしてでも全然超快適。もう超快適です。はい。で夏場このレザーも、はい、パンチングでベンチレーションついてるから。蒸れないですね。全く蒸れない。はい。そして今カメラマンに教えてもらいました、うん、こうワンタッチではないですけど、はい、押しっぱなしでなんとシートが自動で、うん、動きます。え、じゃあ全然この辺のアクセスなんかも、あ、はい、ワンタッチか、はい、ワンタッチですね。これドア開けてないといけないよね。わわわわ、結構動きますね。え、じゃあもう全然超アクセスしやすいじゃないですか、ね、なんかちゃんと考えてますねやっぱり。なんか改めて見るとここにこうちゃんとポケットがついてるのが可愛いですね、はい、ちょっとしたものが、はい、へえ、すごいすごいっていうか、まあでもそうっすよね、うん、でメルセデスの一応フラッグシップ的なポジションになるんですか。そうじゃないですか。屋根が開くオープンツーシーターとしてはもうフラッグシップですよね、間違いなく。すごいです。あ、そうそうそう、ソフトクローズもついてるんですよね、これ。ソフトクローズついてます。はい、もう100点じゃないですか、やっぱり。そうですね。あ、これついてないんかっていうのはないじゃないですか。まあ、ないですね。全部ついてるっていう、うん、そしてこのオープンなのにこの剛性感、これすごいですよね、うん、前に言いましたけど、多分動画の時言ったと思うんですけど、メルセデスのオープン乗ってるとオープンって感じしないですよ。でも他のメーカーのオープン乗ってるとなんかこうガタガタするんですよ、段差で、はい、あ、これ剛性がないんだなと思って。メルセデスはそれはないんですよ。クーベに乗ってるような、そんな感じです、はい、だメルセデスとポルシェは本当別格ですね、剛性感が。
ちょっとあこう その別格じゃない方のこの車の車種名を出すとザワザワしちゃいますけど、そうザワザワしちゃいますけど、でも多くのその国産車とかはやっぱりちょっと、でもそれがオープンカーとしてやっぱり普通なんですよ。だから、まあ、そうですよね、明らかにだってあるはずのものがない。そうです。だからそれは別のところで補うから、そうだから あえて別格って言わせてもらってるんですけど、これがスタンダードって言われちゃうと、そうじゃない車たちはじゃあで問題ザワザワしちゃうんで、そういうことではないんです、うん。まあ、あとはもう元々 SL が屋根が開く前提の車ですからね。そうですね、クーペのベースの車で屋根開けましたじゃなくて、うん、はい、元々そのオープンとして成り立ってる車なんで、うん、本当はねちょっとそれも難しいじゃないですか。始まりはオープンカーじゃなかったんで、ね、SL って、はい、2代目ぐらいからかな、2代目3代目ぐらいパゴダの SL そうからからオープンありきで設計されてますからね、はい、その辺からじゃないですか。なるほど、うん、だからどのモデルも必ずハードトップがあるのかなっていう、今ふと思いました。そうかもしれないですね。パゴダカメラマンさん、パゴダルーフ、うん、っていうんですよね、うん、いや本当に伝統がすごいこと。そうですよ。じゃあ続いてトランクをこの状態で見ますか。トランクちょっとどっちがいい、大変申し訳ないですけど見ちゃったんですよ見ちゃったのね、はい、見てね、一人であたふたしちゃいました。あー、はい、あーなんつって、はい、で一応じゃあオープンの状態で、はいはい、一回開けましょうね。開くじゃないですか、はい、これでもう僕はあーってぶつかっちゃうと思ってそういう意味でね、これバカって開いておしまいかと思ったんです。はい、はいはい、でなんか調子が悪くてこれが上がりだしたんかと思ってびっくりしたあーなんて言ったんですけど、はい、そうじゃなくて、はい、ここにアクセスしやすいように、そうです、一応連動して上がってくれるっていう、はい、もうこの辺もなんかすごいですよね。至れり尽くせりじゃないですか。そうなんですよ。すごいですねこれ、うん、でさすがにちょっとそんなにとてつもなく広いかっていうと、いやもうそうは言えないですね、まあ、ただまあ十分な広さであると、はい、オープンカーでメタルトップをしまうことを考えたらすごいと思います。そうですよね、はい、でこれが降りるとこまでしか荷物は積めないわけですね。そうです、そうです、はい、これがそうです、なるところこれがなるところまでです、ね、なるほど、はい、でこの下なんかは一応工具、はい、あここに結構容量ありますね、はい、じゃあなるほど、うん、小物は置いとけます。じゃあもう全然屋根閉まっててもバッグ2つとちょっと小物ぐらいは、うん、あ全然できます、ね、はい、洗車用品とかは全然、はい、全く問題ないです。全然使い勝手もいいですね。そうなんですよ。あれっていうかこれカバンなんですか、うん、そうなんですか、うん、全部じゃないですか、うん、あれ今さら申し訳ないですけど僕そのレベルです、はい、私 そのレベルでございます、はい、カーボンなんですよ。全部カーボンなんですね。そうなんですよ。えこれ表もっすか。はい、すごい、これすごいですね、うん、でそれを見せないじゃないですか。そうですね。でも見せてたら気持ち悪くないですか。まあまあ、こっちがカーボントランクだと。そうですけど、なんかちょっとこう、はい、デザイン的になんかこうカーボンなんだぜっていうところはやっぱり見せないんですね。そういう主張はしないですね。まあ、開けないとわからないカーボン、うん、そうです、そうです。じゃあちょっとトランクルーフを閉めた状態でもちょっと開けてみたいと思います。はい。言ったんだよ、だからメルセデスの俺が。閉めろっつって。いちいちに乗り込んで閉めたらかっこ悪いだろっつって。そうだよ、アップケツって。リモコンで閉められるようにしといてよっつって。そうそうそう。炎上しますよ、ね、大丈夫です。大丈夫かどうか分かんないけど、大丈夫です、きっと。はいはい、続いてルーフが閉じている状態でトランク見てみたいと思います。はい、あ結構いろいろ、あでもこれはどっちにしろ閉じないとダメってことなんですか。結局そう、あ積むのはこれが閉じるところまでにしておいてくださいねっていう。そうです、はい、なるほど、うん、ただ開けなければいいんですけどね。あなるほどなるほど。そう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 、ただまあ当然安全上のこともあるのでこの範囲内で収めてくださいっていうことです。じゃあ開け閉めでその、うん、容量的にはそんなに変わらない。変わらないですね、まあ、積み込みやすいかずらいかっていう。 うん、でも結局はオープントップにしてる状態でもトランク開ければ車があそこまでこうやってくれるので積みづらいってことはないですよね。あなるほど、まあ、すごいす。開口部ここまで取れるわけですからね。そうですね、はい、そしてこういったところも全部電動で、はい、もうなんかさすがですね。さすがですよ、
全部ついてるっていう、うん、素晴らしいです。じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います、はい、もうボンネットは安定安心の安定安心です、はい、63エンジン、うん、5.5 リッターの V8、はい、ツインターボですかね。そうです、はい、もうこの辺はもう、まあね、もういろんなモデルに積まれてますし、はい、信頼性も抜群なエンジンですから、はいはい、何も心配することはないかなっていう、はい、今更どうこういうエンジンでもないので、まあ過激なスペック、うん、結構そうです、ね、585馬力、はいはい、でトルクがなんと怒涛の91キロ。そうなんですよ、はい、すごくないですか。すごいです、はい、ただちょっとサーキット走るような車ではないんで。そうですね、はい、うん、まあ、リミッター作動で最高速が249キロ、うん、そうですね、はい、だからもう、うん、駆け抜けて、そう、はい、っていう車ではなく、ではなく、はい、でも過去に SL ってあの F1 のペースカーやってた時もあった気が、ね、気のせいかな、わかんないんですけど、気がしました、ね、やってた気がします。はい、なんとなく AMG ストロボついて、あ、そうそうそう、はい、であった気がします、はい、なるほど。まあでも車としてはね、ちょっとさっきも言いましたけど、こう開いた状態でもクーペの状態、クローズの状態でもどっちでもかっこいいってあまりないですからね。ストリート最強のオープンカー、いやだと思いますね。じゃあ続いて転倒周りをちょっと見てみたいと思います、はい、お願いします、はい、でこれが今スモールの上側が、でこちらがロービーム、プロジェクターが両方光る感じですね。そしてハイビームは外側、内側もですかね、両方上に浮くような感じでしょうか。でウインカーはスモールの部分が色が変わって、はい、そしてあとミラーの端っこです。ありがとうございます。じゃあ続いてリアも見てみたいと思います。でリアはここ2段ですかね、スモールが光る感じです。そしてブレーキは真ん中とトランクのこのハイマウントが、そしてバックはこちらのディフューザーの部分左右ですね。でウインカーはそれぞれ一番上の端っこが光る感じです。でバックフォグがディフューザーの真ん中が光る感じでしょうか。ありがとうございます。そしたら一旦止めていただいて、続いてちょっとマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ。じゃあよろしくお願いします。お願いします。あわよくば僕が乗る機会なんてありますでしょうか。ありますよ。ありがとうございます。まあ、あこれ なんていうんですか、この屋根、あマジックスカイルーフです。あマジックスカイルーフマジックスカイルーフを、まあ、知らなく買ったぐらいなんで、はい、まあ、当然ですけど、はい、あのわー、いいですね。もうちょっと現行 SL、 え、一応現行ですよね。現行ですね。現行ですよ、はい、現行 SL 初体験です。うん、まあ元々のナビも割と視認性いいっすよね。いや、すごく見やすいんですよ、この位置、まあ、使いやすいですよね。はい、モニターの大きさだけです。だから一応純正をこれアップデートして使うのも全然ありですよね。ありですよ、全然ありです、はい、そしてじゃあカープレイをブスッと、はい、わっていうか俺今このナビの設定っていうかこれに夢中になってたんであれですけど、はい、めちゃめちゃ剛性感ありますね。普通にクーペですよね。クーペですね、はい、全然オープンって感じじゃないです。で乗り心地も別に硬い感じでもなく、はい、普通にいい車ですね。わ、すごい、これオープンでこの剛性感すごいですね。すごいですよね。今もうガープレイに乗ります。うわ、パワーありますね。いや、もうモリモリですよ。90キロですもんね。はい、そしてカープレイはこんな感じで、うん、カープレイもカープレイで、カープレイしかもステアリングの方でも操作できるんですよね。確か、あ、できますか、これ。確かやった時ないです。矢印で確か、あ、できないタイプかな、はい、こっちじゃないですか。あ、こっちか、うん、あ、そうですね、すいません。いいえ、カープレイはこっちで操作できる、はい、で後付けのカープレイなんかだと、うん、ちょっと別にコントローラーとかですけど、そうですね、はい、純正のカープレイなんでこっちで使えると、はい、いやでもこの開放感いいっすよね。
はい、なんか開けてないのに開けてる感じがしますね、しますよね、はい、うん、いいです ね結構遮れますね。うわ超パワーありますねめちゃめちゃパワーありますね。いやいや、もうすっごいですよ。じゃあもう本当に乱暴に振り回そうと思えば、いやもう全然、当たり前ですけど600馬力近いわけですから、はい、乱暴な運転もできると。できますね。うわす、それ感じさせないですよね。なんか全然普通なんで、はい、変な言い方ですけど、なんかそうとんがった部分がないんですよね、はい、だからすごい高級車、すごい高級なオープンカーに乗ってるっていうことぐらいしか。確かにもう普通に、うん、だってこのペースで走ってたら、うん、もう全然乗り心地も悪くないし、ね、はい、音もそんなにこう、うん、ドロドロ言ってる感じじゃないじゃないですか、はい、ただひとたびアクセルを踏むと暴力的な加速と、暴力的ですね、本当、はい、怖いです。非現実的な加速が味わえる、はい、で屋根は開くし、そうなんですよ、はい、装備も充実してるし、はい、本当に出来すぎくんですね。出来すぎくんなんです。出来すぎくんタイプの車ですよ、はい、すごいです。これはちょっとメルセデスフラッグシップオープンとも、うんうん、はい、取れるだけありますよ。ちょっとね、やっぱりこのスタイリングが、はい、まあ、僕もそうなんですけど、はい、このスタイリングが好きだって方はやっぱり多いですよね。確かにロングノーズショートデッキ、はいはい、もうこうオーソドックスなスポーツカーゼンタル。何がかっこいいって見た目がかっこいいですよね。そうなんですよ、って、はい、それだけで終わらないじゃないですか。乗った、確かに乗ってしまうと、またかっこいいだけじゃなく内容もすごいので、いや高級感もいいなぁ。到底買える車じゃないですけど、うん、いいなぁ。いや本当にボディこれ硬いのびっくりしますね。で、はい、すごい硬いですよね。硬いのが分かる。まあもちろんそのなんていうんですか、稼働するルーフだから、うん、まあギシギシ感とは言わないですけど、まあ多少はね、後ろから音はしますけど、はい、こればっかりはしょうがないので、はい、ただそれとは違う、なんていうんですか、こう、うん、ミシミシいう感じはないですよ、ね。そうなんですよ。まあちょっとあの他の車にの名前を出すと大変申し訳ないですけど、はい、あのミニの某車種はちょっとこう、はい、段差を越えただけでギシギシって言って、うん、ちょっとざわついた時あったんですよ。ああなるほど。はい、某 SUV、 もうミニの SUV って言っちゃうと分かっちゃうんですね。そうですね。それがまあ中期ぐらいからすごく改善されたんですけど、うん、なんかそういう合成がちょっと足りないって言ったらあれですけど、うん、そういう感じではないですね。はい、もちろんその硬ければいいっていうわけじゃなくて、うん、そのいなすのもあるんですけど、はい、にしてもなんかこう安心感のある感じ、うん、全体的なバランスってやっぱりありますからね。そうですよね、はい、どうですか。うわ前が長い感がすごいです、うん、すごいですよね、はい、実際そんなでもないんですけど、はい、全長も短い車なんで、はい、でもこの何ですか、ボンネットのこのラインと、うん、はい、このフィンがなんかこう演出がすごく効いてます、うん、はいはい、いいですよね、はい、うん、SL に乗ってるなっていう感じします確かに。いやでもこれちょっと助手席に乗る、助手席より運転席に乗った方が、うん、こう車のやっぱり剛性感分かります。分かるでしょ。めっちゃか剛性想像以上でしょ。はい、クーペっすね本当に。これ本当です。これを右に行きましょう。本当クーペです。これ冗談抜きで本当にクーペっすね、うん、開けてる状態でもそれ感じるでしょ。ああ、だからすごいんですよやっぱり SL って。全然剛性足りない感じがしない、うん、これいいですよ。いいですよ、はい、はい、最高です。なんか昔テレビ系、あ、車系のテレビ番組で、うん、なんかその車内が広い車ランキングみたいなのやってて、へ、あ、車内が広い車ランキングだっけな、うん、なんかその快適な車ランキングみたいなのやってて、うん、で1位がまさかのオープンカーっていう。え、要は室内空間が無限じゃないですか、うん、確かにそう言われるとそうだな。なんかイレギュラーな、はい、そっちみたいな。あ、確かに、はい、謎謎みたいな、うん、半端ないですからね。でもこれはいくら広い車買っても、うん、この開放感って得られないじゃないですか。これそうですよね、はい、
うわもう余裕のパワーです。でしょ、はい、うん、なんかこう別に飛ばさなくてもいいし、はい、でなんかほらこう土見てると風の巻き込みもほぼほぼ少なく、ないです、ほぼほぼないですよね、はい、素晴らしい。結構こう女性の方が助手席乗せて、うん、髪の毛がわーってなっちゃって嫌だなんて、はい、そうですね、まあ、僕のこの薄い頭でもほぼ風を感じないです。安心ですか、はい、この先っぽでちょっと感じるぐらい、はい、めっちゃいいっす、はい、っていうか、うん、パワーの出方もすごくなんかマイルドっす、穏やかでしょう、はい、うん、やっぱりもうこうずっと作ってきてる車だけあって、うん、もうなんか完成してますね、あらゆるところが。そうですね、間違いないです。だそのチャレンジしてるところはないじゃないですか、うん、あんまり、はい、だそこがこう刺激が足りないって言われちゃったらそれまでかもしれないですけど、うん、そうですね。でもやっぱりこう安心だし、なんていうんですか、こう安定してます。そうで、気負うところないじゃないですか。そうですね、まあ、まあ当然高額な高級オープンカーに乗ってるんですけど、はい、でも乗り始めてしまうと確かにそんなに緊張しなくて普通に乗っていただけるのかなと思います。もうなんかその試乗レビューみたいのちょっと始まる前にこれ、はい、右でいいですよ。試乗レベルレビューちょっとこの撮影前にちょっとパラパラと見たんですけど、うん、はい、なんか SL63 はなんかその、うん、本当に気を使わなくて笑顔になれる車、うん、あーなんか分かりますねそれね、はい、確かにそうだなと思って、うん、なんかちょっとそのマセのグランカブリオとか、うん、GTC と比べてそういう車だっていう、うん、ああまあ確かにそうだなと思って。確かに、なんと表現していいか難しいですけど、はい、あの乗ってる人の眉間にシワ寄らないですよね。そうですね、はい、うーんっつってならないんで、いい車、うん、カーボンセラミックいいっすね。いいっすね、めちゃめちゃ効きます。そうで安定してるし、はい、うん、そうっすね、うん、なんかこう木ムラじゃないですけど、はい、なんか本当にリニアに踏んだら踏んだ分だけ、そうですよね、はい、なんかこう感じるっていうかこう、はい、伝えたい動力のまま効いてくれるっていうんですかね、はい、結構欧州車の純正ブレーキって最初が結構あ初期制動が結構あるじゃないですか、はい、ありますね。だからカックンブレーキなんて結構言われて、そうですね、慣れないとこうガガってなっちゃったりとか、うん、確かにめちゃくちゃマイルド、うん、肘川さん毎回聞いてるんですけど、はい、この SL もし触るとすれば、うん、はい、もしくはなんかどうしますかね、こんなのがおすすめですよって。おすすめはやっぱり僕ロアリングした。ただでもコンディションはいや最高ですよ、はいはい、1万キロ台でしたっけ。そうです、はい、なんでコンディションは最高なんで、まあ、ロアリングはしたいですよね、うん、あ、なるほど、ちょっと車高下げるぐらい、うん、ちょっと車高下げるぐらい、はい、まあ、消耗品類ももう1万キロ台な、うん、いや問題ないですね、はい、全く問題ないレベルじゃないかなと、うん、はい、大丈夫だと思います、まあ、あとはもうお好みで、まあ、いろんなことができますので、まあまあうちの定番なんでロアリングとアルミをやってほしいなっていう、あ、そうですね、気持ちはあります、はい、セットで、はいはい、よろしくお願いします。はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりメルセデス AMG SL63 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。